Hello everyone, it's Aren. 皆さんこんにちは、今日の Aren です。今回この動画ではヤンゴンにある交流イベントについてお話ししていたいなと思います。実際に Aren がミャンマーに来たのは半年前の去年の8月頃なんですが、2ヶ月ほど半年前ですね、ミャンマーに滞在したんですが、一つ大きな悩みがあって、それがミャンマー人と仲良くなれずに友達ができなかったっていうことなんですね。ミャンマー人と接する機会、出会う機会がたくさんあったんですが、アレンが出会ったミャンマー人はなかなか英語を得意としてなくて、でかといってアレンがミャンマー語を上手に話せるわけでもなくて、この言語の壁っていうのがすごくあって、このコミュニケーションを取る上ですごく難しいとこがあって、出会うことあったんですが、その日きりというか、そのきりそれっきりで、それ以降のこの関係というか仲良くなるってことができずに、本当に全然友達ができずにすごく困った時期があったんですね。そこでアレンが見つけたヤンゴンにある交流イベントっていうのが、今回ご紹介するムンドリンゴっていう交流イベントのことです。ムンドリンゴって何なのかなってことなんですが、ムンドリンゴっていうのはヤンゴンにあるすごい世界的な社会的なプロジェクトのことを指していて、ヤンゴンに住んでる、この現地に住んでるローカルの方と、ヤンゴンに仕事だったりとかいろんな形で来る外国人の方、日本人とかアメリカ人とか韓国人のいろんな方の、この国際的な人間と現地の人たち、この人たちをミックスしてすごいこう交流をさせるっていうプロジェクトのこと、イベントのことをムンドリンゴって言います。実際にムンドリンゴにアレンが行って、どういった感じだったのかとか、雰囲気とかっていうのをブログに実はもうまとめてあるので、下の概要欄からクリックして見てみてください。で、このムンドリンゴがどうだったのかっていうのを今口頭で、ざっくりお話ししていきたいなと思います。このムンドリンゴっていうのをまずどこでやってるのかって話なんですが、ムンドリンゴはこのミャンマーの中でもヤンゴンのダウンタウンっていうすごい栄えたところであって、実はこう面白いのが、ムンドリンゴって会場を固定してないんですよ。ここでやるって決まってなくて、ダウンタウン市内で今回はここですよ、来月はここですよって形で点々としてまだ決まってないんですね。なのでムンドリンゴのに行きたいなと思った方は、場所がまだ分かんないっていうのがありますし、今コロナウイルスの影響で活動中止してますので、もしも、この動画見てムンドリンゴ行きたいなと思った日本人の方とか、もし今いたら、まずは Facebook でムンドリンゴって検索していただいて、ムンドリンゴのオーナーさんが、いつから開始しますよとか、で今回はこの場所で行いますよっていうふうに細かい連絡がありますので、そちらの方を参考にしてみてください。なので、アレンが行った時にはすごいダウンタウンの中でもすごく有名なバーだったんですね。でそこに実際に行って、で時間なんですが、7時から10時っていう3時間って決まってて、大体この3時間の中でこういろんな交流があるわけなんですが、これ、本当に実際アレンが行ったから皆さんにお伝えできるんですが、8時から行くのをおすすめします。っていうのも、7時ちょっきりに行っても本当3人4人ぐらいしかいなくて、全然会話もまだ進んでないんですね。でも8時過ぎるとどんどん人が来て、すごいもういっぱいいっぱいなんですね。なのでちょうど8時ぐらいに行って、8時9時の1時間でこの勝負をつけるじゃないですけど、仲良くなる人と交流するっていうのが、この8時9時が一番ベストかなと思いますので、ぜひよかったら8時に目指して皆さん現地に行ってみてください。で現地に着くと、このオーナーさんが入り口で待ってくれて、この手続き、名前書いたりとか、この自分の国を書いて、その後にこの国旗の書かれたシールを胸に貼るんですね。自分日本人なので日本の国旗をここに貼って、日本語を話せるのは当たり前で、その次に日本語以外にどんな言語を話せるかっていうのを、自分の場合英語も話せるので、ここにアメリカの国旗を貼って、でこの右胸ですね、こちらにどういった言語を勉強してるのかとか、習いたいのかっていうのを、あるいはミャンマー語、あと学びたかったらここにミャンマー語貼って、それから上に上がるんですね。で参加費はどうなんですかってことなんですが、参加費実は無料で払わなくて大丈夫です。で参加費自体は無料なんですが、ちょっと緊張してなんか飲まないとちょっと話がしづらいとか、なんかただただ行って話すよりも、飲みながら一緒にお話ししたいって方は、好きなドリンクを頼めるようになってますので、自分の好きなドリンク頼んでから行くのもおすすめします。でも参加費は無料なので飲まなくても大丈夫です。はい、って感じで、実際中に入って、手続きもして中に入ってから、本当にいろんな方がいて、人口というかこの比率なんですが、6割ぐらいがもちろんミャンマー人なんですが、4割ぐらいが外国人、それもすごいいろんな国が来てて、実際に会ったのがフランス人、韓国人、シンガポール人、アメリカ人、中国人、もう本当にいろんな国から
来ててすごい被ってないというか、皆さんお仕事で来たりとか、まあ、いろんな理由で来てますけど、そういった形でなんかまさかミャンマーでこういったいろんな国の方々と出会うと思ってなくて、すごい新鮮な感じで、とても雰囲気もなんか、まあ、皆さん好きなお酒飲みながら楽しそうに話しててすごくいい雰囲気でムンドリング行われてました。はい、でそれで先ほど話した場所のことなんですが、このダウンタウン市内をこう点々としてまだ定まってないってことなんですが、この、まあ、今回はこの場所で次回この場所に移動しますよってアナウンスが実はあるんですが、このアナウンスを行うときにオーナーさんが毎回抽選をするんですよ。で抽選をして、もしもこの抽選に当たった方はなんとオーナーさんからタワービールをご馳走してもらうっていうのがあって、実際に自分がムンドリンゴ行って仲良くなったミャンマー人とフランス人のこのカップルがいて、そのカップルの彼女さんが当たったんですよ、この抽選に当たって。でこのカップルにこのタワービールが贈呈されて、そこのビールを一緒にご馳走してもらったって、すごい素敵な思い出もあったりしてって感じで、すごくなんかオーナーさんもフレンドリーな方で、すごくもうみんなと打ち解けて、しかもこれがびっくりするのが参加費がいらないっていうところなんですね。そういった形で、まあ、あれも注文するときありましたけど、注文せずにただただ行って仲良くなるっていうのもあって、本当にその、まあ、すごいいい結果なんですが、実際にムンドリンゴに行って今でも続いている仲良いミャンマー人の友達がいるって形で、すごいそこで初めてミャンマー人の友達っていう人ができたというか、英語も話せて自分がミャンマー語話せなくてもどうにかコミュニケーション取れるっていう友達ができて、すごく感謝してて、このイベント行けてよかったなと思います。もしもミャンマーに来て、なんかあまだミャンマー人となかなか絡めてないなというか、自分アレンと同じみたいになんか英語が話せるけどミャンマー語少し難しくて、なかなかこのコミュニケーションの部分でうまくいってないとか、出会いがそもそもないって方もいると思いますので、そんな方はもしもよかったら、この毎週火曜日に今のところやってて、この火曜日っていうのも、まあ、前回まで火曜日だったんですが、これも今回のコロナウイルスの影響で変わったりするかもしれないので、ぜひ Facebook を確認してみてください。でもちろんこう、まあ、うまくことが進んで仲良くなって、こう連絡先をもらうっていうとこまで至ったとしたら、その時はミャンマー人っていうのは実は日本人と違って Facebook を主に使うんですね。で日本人はなんか LINE 交換しようって感じで LINE を交換すると思うんですが、ミャンマー人は Facebook で交換してメッセンジャーでこうやり取りするので、もう Facebook 持ってますかって形で Facebook の交換をしてこう仲良くなって、まあ、そのムンドリング終わってからでも関係が続くといいと思いますので、ぜひ Facebook を、まあ、もし登録してなかった方は登録して、ぜひ連絡先を交換してムンドリング終わっても関係続くようにいろいろ挑戦してみてください。でこれからもなんかすごいムンドリンゴってすごいなんかディープなとこで、皆さんあんまり分かんないとこだし、なかなか多く日本人が行っている場所じゃないと思うんですが、そういった形のすごいローカルな場所だったりとか、すごいディープなところ、すごいコアな部分っていうのをアレンが攻めていって、皆様にミャンマーってこういうとこがあったんだとか、ミャンマーってこういうなんか一面もあったんだっていうのを皆様にお伝えしていこうと思って、ミャンマーの本当の部分、まあ、いい意味で本当にミャンマーってこういった国だったんだっていうのをこの動画からブログからお伝えしていきたいと思いますので、ぜひお時間がある際はぜひアレンとミャンマー和教の動画をよろしくお願いします。今回の動画はこれで失礼します。だったー。